はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日はガッチャンコする、今日引いていくのは今日から来た、このウィンタースペシャルガチャとかいう謎ガチャ、こちら10連500ルビー引いたら2回目の10連が無料になってるんで、500ルビーで20連が引けるんですよね。だからこれちょっと引いていこうかなと思うのと、課金パック買っていこうかなと思います。こちら限定キャラクター1体確定で出るというわけで、まあラインナップとしては星5確定とかでは何もなくて、星3、4も出ると。で星5の普通のガチャキャラは2021年キャラクターは含まれていないという状況ですね。ただしかし、限定キャラクターも 0.001% ぐらいで出るんで、1体確定なんですけども、2体目3体目も出る可能性あるというガチャになってますね。まあ全員合わせても多分 0.1% ぐらいなんで、もう宝くじなんですけども、2体目に関してはまあでも1体確定で出るんでいいんじゃないかなと思います。ラインナップとしては去年の料理人特集までかな、だから限定ケンパチ、限定ルキアは含まれておりません。まあそれまでのキャラクターなんですけども、僕自身まあ、こっから出るキャラクター、50% ぐらいの確率で持ってるんですよね。限定に関しては。だから新規が 50% で出るんですよ。まあ、そのギャンブルは結構やる価値あるんじゃないかなと思うんで、これ1人2回まで買えるんで、まあ、2回とも買っていこうかなと思います。まずはルビー使う方から引いていこうかなと思いますね。これ500ルビーで20連引けるからな。めちゃめちゃお得。まあ、とにかく、持ってへんキャラクターやったらもう何でもいいわ。今現在もう寝起きなんでね、喉がまだ起きてないんで、はい、叫ばしてほしいなと、それで喉を起こしてほしいなと思うんです。まあなんつうのかね、これに関してはまあ準備運動ですよね。逆にここで喉を温まらせてという運営さんからのメッセージ、ヒートテックなんじゃないかなと、思いますね。この時期に実況したらね、やっぱりね喉起きんのが遅いんですよね、体なんですけども。いや、ここでなんか抜いたらかなり激アツなんですけども、いかほどというわけで、いいね、まずは上がってくれたことに感謝。限定出るかどうかわかんないんですけども、1体だけか、確率でバグって全部星5とかやったら嬉しかったんですけども、限定やったら何でもええわ、ここに関しては。頼むぞ、これの次はな、なんか来い、ボンと。おお前最近めっちゃ当たるんだが、ドッカンバトルでも当たってんねんけど、お前に関しては。はい、というわけで買ってくる。はい、というわけで記念一体確定10連チケット両方とも買いました。これぜひともね。いや、マジでここで誰が当たるかによって今後決闘大いに変わります。はい、もう煉獄さんだけはやめてほしい。最近煉獄さんで痛い目見てるんで、僕に関してはその辺の貫突してるキャラクターはぜひとも除外してほしいなぁと。被っても貫突じゃなかったらよし、ニューやったらなおよしです。誰ですか？これ噛んでもぞ、ニュー来い、ボンと。あー、ルフィ&エース当たりなんですけどもね、持ってるんですわ。ルフィ&エースはもう持ってる人からしたら外れなんですよ。こいつはもう技を上げる必要がないんで、いることに意味があるんで、まあでも質はいいんじゃないかなと思いますね。はい、ラスト10連。いや、頼む、新規来てくれ、新規マジで来てくれ。まあ限定1体出るんですけども、2体3体もありえるんで。そうなんですよね、そこものすごく可能性を感じている。まあ2体目 0.5 ぐらいのね、まあ宝くじなんですけども、頼む、2体ぐらい来い。素晴らしい。まず誰ですか？ボンと。カグラちゃん、カグラちゃんはいい、まだ許せる。カグラちゃん必殺友情めちゃめちゃ優秀なんで、これかぶったんは許せますわ。2体目、可能性ありますよ。天文学的現象起こるんじゃないか。2体目引いたら神回なんだか。頼むぞ、これの次はな、お願いします、入来いよ、ボンと。